中山新平中山新平3月22日から1952年12月30日は日本の作曲家。多くの傑作と言われる同様、流行歌、新民謡などを残した。作品は多岐にわたり、校歌や釈迦等を含め中山の作品と判明しているものだけで1770曲存在する。一部の作品は現在も叙情歌または 日本歌曲として歌い継がれている。町長の曲は、ほとんどが、日本固有の夜な抜き音階で書かれている。また、同様には、うさぎのダンスや、河津の夜回りのようなぴょんこぶしがかなりある。その作品群は独特の曲長から続に、新兵説と呼ばれ、親しまれている。中山新兵聖火、中山新兵記念館長野県、下田海軍新の村に生まれる。 生花は名主、村長を出した休暇であったが、父親の休止により落泊し、養蚕をする母親に女で一つで育てられ、長野市藩学校講習荷を終了後、1903年に尋常高等小学校の代用教員となる。昇家が好きで、生徒からも昇家先生と呼ばれた。1905年、故郷での代用教員の職を実施状況。 島村宝月の弟の縁により宝月の初生となる。1908年、東京音楽学校予科入学。1909年、本科のピアノ科に入る。1912年、柳田忠志らと共に東京音楽学校本科を卒業。東京都浅草の専属、小学校音楽専科教員を務める傍ら、作曲活動を行う。島村宝月が、 松井スマコらと共に旗揚げした芸術座に参加。1914年、トルストイの復活公演の劇中歌、カチューシャの歌を作曲。カチューシャの歌は松井スマコの歌唱によって大流行となり、一躍有名になった。翌年公演したツルゲーネフのその前夜の劇中歌、ゴンドラの歌も大人気であった。1917年には北原白秋の死を得て、 トルストイの食材を儀曲化した生けるカバネの劇中歌としてさすらいの歌、今度生まれたらを発表した。1919年、前年の島村宝月の死去により芸術座が解散。同じく1919 19年、斉藤社次郎による児童雑誌金の船に同様を発表するが、当時はまだ同様の認知度が低く、教員として昇歌を教えるべき立場をはばかって、 香山三平との変名による発表であった。その後しばらく同様の作曲からは遠ざかるが、代わりに斉藤佐治郎に恩師の元織長代を紹介している。1920年からは、野口宇宙と組んで、金の船から多くの同様を発表した。他方、新民謡にも力を注ぎ、野口宇宙や斎場八十、北原白州等の作詞による多くの曲を作った。 その数は全国で141曲に上る。1922年、専属小学校の教員を退職。1928年からは、日本ビクターの専属となり、世界的なオペラ歌手、藤原義恵佐藤千夜子の歌唱で、ハブの港、出船の港等々の多くのヒット曲を生んだ。1929年、西条80とのコンビで作った。 東京行進曲は佐藤千夜子の歌唱で25万枚のレコード売り上げを記録した。この頃ラジオ文化の発展に伴い、作曲した流行歌の楽譜集が中山新平作曲全集として銀座山の楽器店から順次発刊され、竹久夢二の表紙画の人気も手伝い大いに売れる。その後、アルト歌手、四谷ふみ子、バリトン歌手、徳山たまき、 藤山一郎ら東京音楽学校出身の声楽家らがビクターに入社し中山新平の作品を歌った洋楽の手法で日本人の情緒感と原始的教習を踏まえた作品を多く残した1937年前妻であるとしこ夫人の存命中から愛人関係にあった鹿児島県出身の元芸妓で歌手の新橋清造と再婚1942年 日本音楽文化協会理事長に就任。1944年、選曲の悪化に伴い熱海の西山町に疎開。同年、日本音楽著作権協会理事長に就任し、1948年に同会長となる。戦後はほとんど曲を作ることがなかった。1952年1月3日、第2回 NHK 紅白歌合戦の審査委員長を務める。 同年12月2日に自らが作ったゴンドラの歌が使われた生きるを映画館で見たが、その翌日に倒れ、30日3時30分、入院先の熱海国立病院で死去。死因は水蔵園であった。65歳没。死去の際、自ら作曲したあの町この町を口ずさんでいたという。国別式は翌年1月16日に、 月地本願寺にて、日本ビクターの写窓として行われ、作曲家、佐々木俊一の指揮するオーケストラによる、哀悼歌、児童合唱団による、テルテル坊主、最後には、カチューシャの歌が歌われた。鹿児島おはらぶしや、州長の娘のヒットで知られる、芸者歌手、新橋清三は交際。2007年7月、生誕120年を記念して、出身地である、 長野県内の勇士が中心となり、新兵の数奇な人生を忠実に再現した映画、ララ、歌は、流れる。中山新兵物語が作られ、長野市、近藤町の映画館、長野小区あよい座にて、約2週間一般公開され、同月、文部科学省選定作品に選ばれた。西上80と共に2002年12月31日著作権、消滅。 同様流行歌新ミニオーなど、およそ3000曲。中山新兵記念館同盟の中山新兵記念館が2箇所に存在する。長岡書店館、面白雑学百科。レコードの発禁が出版法の対象とされるまでは、治安警察法第16条によって禁止していた。中山は1930年にも、松下昌三郎名義で映画、あら。 その瞬間用の主題歌を作曲している。品の教育会、品の教育947号、小島信幸、詩人、野口宇治をここにと眠る、宇都宮市、秋安地区明るいまちづくり協議会、2016年1月、7ページ。施設案内、中山新平記念館熱海市。ありがとうございます。